春ュ二体の落日左手は赤江戸松林春ュ二体は、北海道根室市春ュ二体にある、風蓮湖と根室湾を分けるサスで形成された、面積約600ヘクタールの湿地及び原生林で、ある。有史以来ほとんど人の手が入っておらず、高い原始性を保持しており、多様な植生、野生動物を見ることができる、自然継承地である。 ランドサットによる風蓮湖と春ュ二体の画像。画像右下の風蓮湖を塞ぐような形状のサスが、春ュ二体である。根室半島の北側の付け根にあたる、海跡湖である、風蓮湖の南側から伸びるサスで、オホーツク海の海流により運ばれた砂が堆積してできたものである。約3000年から1500年前の期間に形成されたものと考えられており、長さ8キロ、 最大幅約1.3キロの三列に並んだ砂丘で構成されている。砂丘とは言っても標高はわずか3メートル未満で、三列で構成された砂丘と砂丘の間に湿地があり、砂丘の微高地には、新葉樹を主体とする森林が形成されている。このように春区二体は、海岸側から砂浜、草原、森林、沿線湿原、干潟とグラデーション上の地形になっていることから、 多種多様な生態系を備えており、特に砂丘上の赤江ゾマツの森林は、海岸近くの標高の低い場所に形成された、世界的に珍しいものである。春区二帯のある一帯は日本で最も温量指数が、低い地域で、海流の影響で、海霧が発生しやすく夏季でも気温が上がらず、亜寒帯湿潤気候の北海道の中でも、独自の景観となっている。2005年11月8日に、 フーレンコと共に、ラムサール条約登録湿地に登録された。アイヌ語のスンクニタイに由来する。実際に、対岸の国道44号にある道のエキスワン44ネムロ付近からシュンクニタイを眺めると、水面に浮かぶ森のように見え、砂丘のイメージとは異なり豊かな原生林が広がっている。シュンクニタイの空中写真画像右上方がオホーツク海。 左下方が、風連湖。湿地、ラグーン、草原、森林、で構成されている。1978年10月26日撮影の20枚を、合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに、作成春区二帯南東側の国道44号沿いには、根室市春区二帯原生の鳥公園ネイチャーセンターが1995年にオープンし、 日本野鳥の会のレンジャーが常駐するほか、春空二体の自然を観察するために、木道などを整備した5つの自然観察路が設けられた。干潟から森林まである春空二体の植生は多様で、湿原では主にコケモモ、イソツツジ、ワタスゲで占められており、夏季にはアヤメカノの花勝負が開花し、砂丘の海岸沿いにはエゾフーロ、ノコギリソウなどが咲き競い、特にハマナスは、 長さ3キロメートルにわたる大規模な群生地となっている。微光地に広がる森林は、ネイチャーセンターと海岸線に近いところでは水なら、岳干場、半の木などの落葉紅葉樹林であるが、春区二帯の南側では赤江戸松と戸松の深い新葉樹林の森となっており、地表を厚い苔で覆われた原生林は、春区二帯を代表する景観となっている。 周囲を海と湖に囲まれたシュンクニ体であるが、野生動物も数多く生息しており、エゾシカ、キタキツネなど北海道を代表する動物が多数生息している。また、エゾリス、エゾモモンガなどの小動物も自然散策路から観察することもできる。シュンクニ体は野鳥の宝庫であり、これまでに確認された鳥類は280種にも及び、 通常は、鉱山帯に生息する、ルリビタキとカモメなどの海鳥が同居する多様な生態系を持っており、オジロワシ、オオワシ、クマゲラ、シマフクロウなどの希少種が生息している。また特別天然記念物である単調の栄装地でもあり、年間を通じて多くのバードウォッチャーが訪れている。春区二体の干潟は天然のアサリ、 国旗街の潮干狩りが楽しめることでも知られている。ありがとうございます。